はい、皆さんこんばんは。今日はですね、ちょっとお祝い事があってですね、店予約して飲みに行きますよ。では参りましょう。はい、白木屋さんです。では参りましょう。はい、では乾杯。終了。はい、ではマグロからいただきましょう。めっちゃいい色のねマグロやね。はい、わさびをたっぷりつけていただきます。絶対これうまいよ。はい、食べ放題ってこういうのもあるからいいよね。うまい。はい、今日はですね、結婚記念日です。28回目の結婚記念日。では花束贈呈したいと思います。はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、毎年花束は贈呈してますよ。はい、では渡すものを渡したんで、飲み放題食べ放題に集中させていただきます。では2杯目、もうこれいってまいりますよ。はい、2杯目終了。はい、シーザーサラダも来ましたよ。美味しそうですね。では取り分けます。はい、やっぱりサラダも食べとかなあかんからね。はい、
3杯目の生ビール来たんで先にいただきます。はい、シーザーサラダいただきます。はい、うん、ビールに合う。はい、では次はサーモンいただきますよ。サーモンもいい色してるわ、素晴らしいね。わさびはたっぷりつけさせていただきますよ。これもうまそう、絶対うまいやつ。はい、うん、ビールが進むくん。はい、次はタコの刺身もいただきます。このタコ前食べたことあるけどうまいからね、さすが北海道のタコやね。はい、うん、うますぎて3杯目終了。はい、4杯目いただきます。はい、いただきます。うん、はい、4杯目終了。はい、次は博多明太もつ鍋。珍しいよね、もつ鍋に明太子入ってるよ。美味しいんやろね、絶対。はい、5杯目が来たんでいただきます。はい、もつ鍋ができてきたんでいただきますよ。さすが明太子入ってるだけあってちょっと赤いね、よう分からんけど。はい、おいしそう。はい、豆腐もいただきますよ。で、やっぱりもつ鍋やからキャベツ入れとかなあかんからね。はい、博多明太もつ鍋、明太入ったもつ鍋初めて食べるけどうまそうやね。ではいただきます。はい、うん、うん、明太子入ってるからビールがやっぱり進みます。はい、豆腐も食べてみよう、食べてみよう。ちょっとやっぱりこれ箸で持つのも無理やね、ようわからんけど。いただきます。はい、キャベツもいただきます。うん、キャベツが甘い。はい、焼き鳥の桃のタレ来ましたんでいただきます。タレも久しぶりやね。まあ鳥吉のタレは基本食べへんからね。はい、いただきますよ。うん、白木屋のタレは結構うまいよ。
うますぎて5杯目終了。はい、焼き鳥のぼんじりの塩と鶏皮の塩来ましたよ。これも美味しそうやね。結構白木屋の焼き鳥うまいからね。ではいただきましょう。はい、6杯目のビール来たんでいただきます。うまい。はい、ぼんじりいただきます。絶対うまいね、これね。うまい色してる。はい、うん、おぉ、めっちゃうまい。やっぱり塩の方がうまいかな、タレより。まあタレちょっとね、年取ってるんで、胃にもたれる感じあるからね。そんな感じです。はい、鶏皮もいただきますよ。鶏皮も結構うまそうだよね。いただきます。はい、うん、鶏皮も塩うまい。うますぎて6杯目終了。はい、7杯目来たんでいただきます。うん、ぼんじりうまい。はい、チーズスティックも美味しそうですね。はい、ではチーズスティックいただきます。これめっちゃ美味しそうやね。ビールのおつまみっていう感じやね。はい、うん、やっぱりこれうまい。ビールのおつまみやね、完全に。そんな感じです。はい、そして8杯目の生ビール来ましたよ。いただきます。はい、次はこれししゃもですね。これもうまいからね。マヨネーズにつけて食べてみよう。はい、マヨネーズにつけていただきます。はい、うん、これもうまい。はい、これはエイヒレ。やっぱりエイヒレはお酒のおつまみの代表選手やね。これ美味しいよ。はい、マヨネーズにちょほんとつけていただきます。うん、エイヒレはやっぱり最高のおつまみやね。そんな感じです。
です。はい、チーズスティックいただきます。はい、シシャモマヨネーズにつけていただきます。はい、うん、8杯目終了。はい、9杯目いただきます。やっぱり永久でうまいよね。絶対うまい。はい、うん、うまい。はい、イベリコ豚とイベリコ豚のサラミとモッツァレラのチーズ、もう、ね、モッツァレラチーズだけは言いにくいっていうか言えたことがほぼないです。そんな感じです。です。はい、イベリコ豚のサラミとモッツァレラチーズいただきます。これうまいよきっと。はい、うん、ビールが進むくん。はい、たたききゅうりの塩梅、めっちゃ美味しそうやね。結構量あるよ。まあこれはうちの名人が頼みましたよ。それだけ言っとくわ。はい、いただきます。はい、うん、うますぎて9杯目終了。はい、ピザ来ましたよ。ソーセージピザやけど、めっちゃ本格的。では、ちょっとカッティングさせていただこうかな。はい、切らしていただきましたよ。では、いただきます。めっちゃ美味しそうやね、このピザ。めっちゃ本格的。やばいよ。はい、うん、はい、10杯目のビール缶でいただきます。うまい。はい、そして
てこれが炙りチーズケーキ。すごいね、これめっちゃ美味しそうやね。ただ俺は食べませんけどね、これは嫁さんが食べます。はい、サラミとチーズいただきます。これめっちゃうまいわ。さすが北京オリンピックの都市やね。よう分からんけど、やっぱりオリーブオイルか白木屋でもうまい。はい、めっちゃ本格的なピザ、めっちゃうまいね。お払いしか出ないけどいただきます。はい、いただきます。うん、めっちゃうまいけど、ラストオーダー終わってるんで、これをチビチビいただきますよ。そんな感じです。はい、ではこのエイヒレいただきます。はい、いただきます。はい、ラストのピザいただきます。おいしかった。10杯目終了。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。結婚記念日にふさわしい料理ありがとうね、白木屋さん。そして店員の山下さん、ありがとうが言いたい。そんな感じです。